やだー、また切り抜きされちゃう。関係ねえ。ディ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 、リアクターリアクター、おいおいおい、二人でリアクタイムかんかい。なんかアープしてたな。なんもタスクない。の意識高い、ね、うん、素晴らしいですね。素晴らしいですね。一応あれですね、全然タスクをしとらんかった。キルクールタイムをここでリセットできるのと、畑迫さんが今後死体を隠す権利を失ったので、ちょっと白いかなって感じ。白いマークつけといてあげよう。やった、仕方ないな。ちょっとリアクターでアシュさんと、ああ、リアクターで足湯さんと一緒になったけど、やられやんかったから足湯さん白いなと思って見てる。リアクター全員来ましたよね、ほぼ。ほぼ全員。いや、ね、最後、もうみんな出て行った後に足湯さんと二人きりになった。まあでもその後すぐやったらあれかな。まあ、ぐらいで。殺しそびれたかもしれない。いや、自分で言うのは。畑迫さんとか、あの、アルトとかもその辺いたので、うん、来ました。はい、開幕最初に着いたのが、畑迫、ピカクロスとアルトの3名ですね。はい、で、あの、畑迫さんとアルトさんが処理してくれたんで、私は、のそのそとタスクやってました。なんか、うん、ピカさんだけ、みんないたので、移動はしてませんでしたね。そう。僕が終わった後ぐらいに、寺蔵さんが、推しに来ようとしてくれてましたね。うん、4人目ぐらいだったかな、うん、俺。あー、リアクターのやつか。そう、寺蔵さんとほとんど同時に、ね、確か行った気がする。アドミにいらっしゃいましたもんね、寺蔵さんと砂染さん。あー、ですです。寺蔵さんがロアから行って、私が梅健さんかな。いました、いました、うん、梅健さんいましたね。リアクター直後にアドミンで一緒に なったんですけど、殺されなかったですね。あー、うん、センターもそうですね。ズリンキさんはウェポンで頑張ってたのを見た、うん、あ、はい、ウェポンで頑張ってからリアクターで皆さんと合流しました。多分頑張ってた。頑張ってたってなんだよ。みんな頑張ってるよ。もうゾニキさん頑張ってんの見てました。監視カメラの情報だけ落とすと、寺蔵さんが10ゼロでちょっと踊ってて、で、メッドベイ上を畑迫さんが通過してて、で、梅健さんが多分あれは、O2 あたりに入ろうとしてたのか、入った後なのかちょっと分かんないですけど、その辺で見えました。はい、エレクトリカで停電時は、ゾニキさんと私と砂染さんがいて、私が直しました。じゃあ、スピーカーメイトで。ふぅ、順調、順調。インポスターは何もできないぜ。センターと一緒のとこ行っても仕方ない。ブルーン。またリアクターかい。行きたくねえよ。これリアクター鳴ってる最中殺人できないんだよ。どうも。病院。到達。メケン。おい。お、やってるやってる。怖え。エレクトリカルニーチ。おつ。たさこ、よごよいご。ふぅ。
これしょ。これはどうなんだ。え、どういうことですか。まず先端さんから情報出してほしいんですけど。うん。ちょっと待って、アシエさんがスピーカーミートが。あ、アシエさん死んでます。アシエさんは。あ、まあ一応聞こえた方がいいかなと思って。じゃあ続きいきましょう。はい。はいはい、エレクトリカルが、1位になってて、多分、砂溜さん、アドミン見ました。アドミン見てて、多分砂溜さんも多分わかるかな。多分、メッドベイとエレクトリカル11だったので、はい、私はメッドベイに行ってたんですよ。そうそうそう。メッドベイの方向行ってたから、うん、僕エレクトリカルの方向行こうと思って、はいはいはい。まあ、もうちょっと見てたんですね、アドミンを。砂溜さんが行った後も、はいはい。でもずっと1だったんで、確認し行ったら、死体があったって感じで。で、レポートするときにゾニキさんが上から来たかな。はい、ゾニキ右上のタスクをやっており、最初にエレクトリカル入ったときに、アシュさんは左上ぐらいのタスクをやっておりまして、いるなぁと思って右のタスクをやり、それで下に下がったら、ちょうど死体レポートが出て、その前に先端さんがレポートをしたという感じです。あれ、配電盤の前だったっていう。配電盤付近ですかね。そうですね、配電盤のとこですね。入ってすぐのとこだった。なるほど。先端さんがアドミン結構長く見てたのはなんか見ましたね。うん、結構長く見てたんですね。そうそうそう結構長く見てます、ね。そう。じゃあ、そのエレクトリカル2だったタイミングあります？ないない。僕が見てて、メッドベイ1、エレクトリカル1だって、で、メッドベイが、砂溜さん見たとき多分誰かすれ違ったんですけど、多分消えたんですよ、メッドベイ1が。黄色と茶色とすれ違いました。うん、あ、ですよね。俺も最後すれ違いました。あ、ちょっとじゃあ、追加情報をあげたいので、一回ボタン押します。はい、お願いします。私も押しますよ。あー、体が震える。もうダメだ。わからん。これ殺した方がいいな。できなかった。はい。あ、はい、負けた。はいはい。じゃあ、アルトさんからいきましょう。アルトさん。はい。リアクターが鳴り終わって、ごちゃって入ってきた後、僕とアシュウさんは下に降りていって、一緒にエレクトリカルにいたんですよ。で、僕が先に出て行って、まだ残ってたんで、足湯さんはエレクトリカルに。はいはい。うん、はい、なので、2があったタイミングがあるはずで、そのタイミングで見てないんだったら、僕が出た後にセンターがアドミンを見てるはずなんですね。うん、僕、リアクター行って、アドミン行ったんで、多分時差があるかな、エレクトリカル到達してるのと。うんうんうん、で、僕、到達したの遅かったんで、はいはいはい、治った後にみんなが出てくるの。アドミン見たタイミングで、カフェとかストレージって見てないですか、さすがに。フェストレージはどうだったかな。僕の動きを言うと、エレクトリカルを出た後はストレージに行ってタスクを1個やって、でそのまま、上に上がっていくタイミングでピカクロスさんとすれ違ってます。そう、ピカクロスさんとストレージですれ違ってる直前にエレクトリカル入る。うん、ああ本当、僕はねその前にすれ違ってます、ストレージの中で。うん、うん、なんか私目線、大丈夫かな。あ、大丈夫大丈夫、ごめんごめん、生活音入りそうやったね、うんうん、ちょっとマイクに移動して。あ、ゾニッキーちょっと話してもいいでしょうか。はい。私多分めちゃめちゃ怪しい位置だと思っていて、アシリウさんがエレクトリカルで、タスクしてる時にゾニッキーが入って右上のタスクをやり、で出てきた瞬間に先端さんが入ってきて、先端さんが先にレポートっていう感じなんで、これ多分先端さんとゾニッキーローラーすれば一郎釣れるっていうような感じなのかなっていうふうに思ってるぐらい、まあ、私からしたら、ローラー持ってくるんだ、怪しいし、先端さん目線はなぜ私が怪しくならないのかなってちょっと思ってるぐらい。犯人だったらベントに入るからですね、はい、なるほど。だって殺して戻ってきたってことでしょ、エレクトリカルの方向に。まあ、そうですよね。なんかでもそこも不可解で、先端さん目線は私見えてそうだから。ピカクロスさん、僕とすれ違った後どこに行ったの？え、そのままストレージのタスク2個目。本当？本当だよ。もう一回。どっち？それは整理すれば説明できる。ルル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 ル
あなんか鳴らしてくれるかな。鳴らさんかったか。あすいません、ちょっともうちょっと議論したいと思っておさせていただいたんですけど、はい、まあ私タスクやってて、あのまあ状況が見えなかったんですけど、足湯さんがまあ左の方にいて、でタスクが終わって下に行った瞬間死体があったんですよ。うんうん、で先端さんもそこにいたっていうところで、でまあなんていうんですかね、単純に言うと先端さんがキルしてセルフレポートが怪しいかと思うんですが、うん、ただ先端さんがインポスターだとしたら私は見えてるはずなんですよね。見えた上でキルしてセルフレポートってインポスターとしてちょっとあんまり想像がつきづらい、そうだし右上にいたのね、あのアドミン僕見てたっていうのは多分いろんな人が証明してくれると思うんで、それがエレクトリカルにいるの分かってて、うん、キルしてロラサルにいたって形になるっていうのはちょっと考えてほしいです、うん、そうなんですよね。単純にいくとセンターさんなんですけど、でも不可解なので、あの基本、あともう一個ゾニキさんに聞きたいんですけど、はい、結構もうタスク画面ずっと開きっぱなしな感じでした？そうですね、はい、タスク終わって下行った瞬間に死体と先端さんが見えたっていう。何を言いたいかっていうと、例えばの配電盤で殺して奥の弁当に逃げようと思ったら、はい、やべえゾニキさんいいんじゃんとはいえもう2連続キルできないしって言って弁当に入ってったのに仮に気がつかないとか、そういうレアケースはあるのかなっていうのだけ、私がタスクを閉じた瞬間に先端さんが下から上がってくるぐらいでレポート同時っていう感じ。正直まあよく分かってないんですけど。じゃあ聞きたいです、うん、ゾニキさんは足湯さんの死体は見ましたか？見ました。転がってました？転がってたぐらいだったこと。ちょっと倒れる瞬間ですか？転がってましたか？倒れる瞬間ではなく転がってたぐらいだったと思います、うん、なので完全に先端さんというふうには言い切れないです。ただなるほど、そこまで見てるんだったらゾニキさんの先端さん疑いは納得ができますね。なるほどね。あんまりこうしっくりこないっていうのが率直なんですけど、お互いこんな近い距離で見てるのにお互い切りやんのって怖いな。そうなんですよ、ね、お互いインポスターとしたらレアケースなことをしてる。アルトさん入れないでよ、視点だと君になるからな。いやだから説明ぐらいするよ。まあ3人出たわけね、容疑者が。なるほどね。これ行かないと怪しいよな。今だ。柵。なんだ。ドキドキ。なれ。お。まあ。めっちゃ死んでる。やば。やば。死んどる。アルトさん死んでる。カフェテリアでトータスが死んでます。カフェテリアのボタンの左で死んでます。左。なるほど。他。リアクターが鳴った時だと思う。アルトさんとアタサコさん。アルトさんは、今のボタンが鳴る20秒前ぐらいに、ロワーエンジンのとこで、ピカさんと一緒に、下行ってる時に上に上がってきました。リアクターとか、そっちの方に上がっていって、うん、で、そっちの方に最初、テラゾーさんがいましたね。テラゾーさんがアッパーエンジンの方に行ったのかな。ね、アッパーエンジンからカフェテリア来て、そこで通報だね、俺は。
なんなら、そうですね、その後ろを追っかけていってるって感じですね。なんなら、トータスさんも、リアクター側にいたことを私は覚えてるので、どう転んでも多分、一番最初に、うん、そう、寺蔵さんがそこにいたのを覚えてるので、私目線、寺蔵さんがだいぶ筆頭になってしまう。怪しいですね、これは。うん、いやー、そうなっちゃうか。リアクター側にいたのは、ピカさんと、あと、ゾニキさんだけだっけ、その他には。リアクターはいないです、私。ずっと右の方に。あ、ゾニキさんじゃないか。僕いました、リアクターは。あ、梅健さんか。砂ザメさんはなんか右の方行ってたかな、リアクターは。はい、リアクターだった時に、ナビゲーション2だったんで、うん、下やりそうだなと思って逆走してたところ、ウェポンあたりで、中の先端さんとすれ違った。だから無理だね。ってことは、でも、あれじゃないですか。アルトさんとトータスさんが左側にいるんだったら、で、それ可能そうですか、寺蔵さんが2キルともみたいな。いや、時間的にトータスさんがわかんないですけど、うん、寺蔵さん2キルタイミングは難しいんじゃないかなって思います。アルトさんの最終位置、私、アドミンで見てるんだよな、10秒前ぐらいに。アドミンん、それは多分多分時系列がおかしい気がする。あ、時系列おかしいですか。20秒前ぐらいだった気がするな。アルトさん弁当入れないとやばいよ。まあ、投票はします。しないとまずいので。あ、マジか。俺になっちゃうか、これ。やばいな、これ。あ、マジか。あ、ごめんね。カフェテリアでトータスやれる人一応探ってほしいかなって感じかな。いや、これはむずいな。これ生き残るのはむずいな。どうしたものか。まあまあまあ、でも、やるっちゃやれたから、残り4人まではできそうな気がするから、いいんじゃないか。頑張れ。とはミスか、これ。押せましたね。押せた、あれ一番最初、ドア閉まってました？ドアは閉まってたけど、サボタージュが入らなかったから、間に合わなかったんじゃない？インポスターのミスのパターンもある。あ、よかったっすね。押せると思わなかった。砂亀さんがおっしゃる通りに、アルトさんが最後にアドミンにいたっていうのであれば、今やればよかった。ちゃんと自分の仕事を果たさなくちゃ。だとしたら多分、アドミンにいた後に、こっち側に走った、そのロアエンジン側に抜けてきてるんじゃないかなっていう時系列な気がするぐらいかな、我々が言えるのは。少なくともアルトさんの、その直前見てるのは、梅剣ピカクロスが見てるのは間違いないので。あ、そうなんですね。あ、そうであれば、ごめんなさい。混乱させてしまいました。失礼しました。だから、アドミンからロア行って、アッパー行っての道中って感じか。うん、だと思います。その道中に殺されてるので、多分、寺蔵さんがアルトさんやったんちゃうかなと思ってて、畑坂さんは多分、開始直前ぐらいで一回殺されてるんじゃないかな。その、最初のキルクール上がったタイミングでやられてるんじゃないかなとは思ってる感じですね。いやー、ピカクロス梅剣を、対立軸に置けばよかったかな。最初のその足湯さんのキルから考えると、カフェテリアを、ゾニキさんの主張も加味すると、見つけなければよかったかな。ゾニキさんかセンターさんのどっちかにいらっしゃるのかなとは思ってる。もちろんその寺戸さんが落ちるんだったらね。はい。私目線は梅剣さんがほぼできないなと思ってます。結構あれですよね、もう、寺戸さんで、一郎連れてるって感じですよね。ですよね。で、ってことは、ちょっと、待ってほしいんですけど、そうですね、トータスさんの位置って本当に合ってそうですか、これ。いや、悩ましい感じですね。トータスさんのカフェテリアは結構場所偽造な気は。なんか、序盤とかで殺されてるとかもないかな。リアクターが鳴る直前ぐらいナビゲーションが2段。後半だから2キルはセンターできなかったわけだから、リアクターが鳴る前です。発見は良かったのかな。リアクターが鳴る俺が怪しい位置で死んだから。センターさんいました、ナビゲーションに。お互いに殺し合わなかった。ああ、そうだね。そう。僕だ。そうだ。ドニキセンター。偉い！そこでヒルしなかったら偉いな。ただじゃあ、トータさんのやつもうちょっと絞れますかね。場所が、結局な。2キル。2キルはできてるから、これはでかいぞ。頑張ればいけるかもしれん。頑張れ。ちゃんとタスクやんなきゃ。閉めて。いる？どこに行った？あと一人。残り5人。ごめんなさい。ちょっと無駄押しかもしれないんですけど、ちょっと寺蔵さんで連れてるかどうか確認したいって意味で押しました。うん、さすがに2回連続インポスターの妨害ミスはないだろうっていうことで、
まあいいと思います。なので寺蔵さん一郎でもこれ2回押せちゃった時点で確定でいいかなと思ってます。そしたら、はい、ちょっと古い情報になってしまうので覚えてる方がいればなんですが、うん、最初の足湯さんのキルの時の寺蔵さんの位置覚えてる人います？エレクトリカルキルですよね多分。でね、僕とソニキさんとピカクさんぐらいの話しかしてないんじゃないかな。そうそう、だから誰か覚えてるのであれば、テラゾーさんがその足湯さんキルができないっていう証明が取れれば、結構絞れるなと思ったんですよ。テラゾーは全然証言しなかったんでしたからね。その足湯さんのキルがテラゾーさんのパターンも発生するので、イコールそのままセンタンさん、ゾニキさんのどちらかにいるっていうことにはならないなと思ってしまってる感じですね。寺蔵さんって、さっきアッパーエンジンからすぐカフェテリア行ったって言ってましたっけ？メッドベイ寄ったって言ってました？うん、いや、メッドベイ行って、それは行ってないと思いますね。さっきピカさんとあのリアクターからロアエンジン下行くときに、同時に多分、寺蔵さん上のアッパーエンジン行ってるんで、うん、寄ってなくてカフェテリアの左で見つけてるなら、あと多分15秒、20秒くらいね、トタさん見つけるの早いと思うんですよね。うん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 。てか、その村ならその後に死んだか、まあ普通に、インポスターかっていう。だから、寺蔵さんのせいなんです、全部。あ、寺蔵さんもインポスター3キルやったんです、これで。で、下の場所の話でしょ、多分。トータスさんの場所の話ですよね、多分。うん、物理的な。やればよかった、サボタージュ。サボタージュをサボってしまった。少なくとも言えるのは、トータスさんが右側にいたのは確定なので、うんうんうん、仮にカフェテリアじゃない別の場所で殺されてるっていうことを言うのであれば、どちらかというと右側にいるってことで、左じゃないですか。あ、ごめん、右左逆に言った。左側の方なので、左側の方にいるから、だな、そこで殺されてる、そこの偽装って考えるのが筋かなって感じですね。右側ずっと、私ずっといたんですよね、右側。タスクまだ大丈夫だろ。多分でも左側の状況が全然わかんないっていう。なので、タスク大丈夫だろ。右側しかわかんねえ、自分は。まあ、ちょっと死体探しの感じにしましょう。はい、意識を。3キルはちょっと難しいかな。いや、センターならやってくれる。右。青エレクトリカル鳴らす。まあキルクール開けないと話にならんから、ピカクロス。いやー、ピカ、こっち殺さないと話にならんから。こっち殺さないと話にならんから。難しいな。カメラ前にいるからな。ちょっと話にならん。コミュニケーションをやりたいらしい。カメラをなくさせて、うわ、ピッカークロス。いけたろ、今の。今のやっといた方がよかったな、絶対。どこにいんだ？やった？やれた？閉じた。ちょっと待ってね。倒したのかな？殺したりしたのかな？してない。状況がつかめん。停電にしたいのかな？どうだろう。どこで停電にするかだなと。これも見なきゃ。メッドベイに。やったね。どうする？リアクターか。リアクター早く行った方がいいぞ。いやー、遅くねえか。いやー、これ疑われるな、勝手に。いや、これどう考えても疑われるだろ。センターしかいない人がいないんだから。
どう考えても疑われるって。どうする気なんだこれ。見つかるやろ。いやダメだー。うわー、えオッケーオッケーオッケー。アドミンで梅健さんが死んでいて、多分直近で砂ザメさんがやられてるですね。ピカクロスさんとずっと左セキュリティ方面にいましたもんね、リアクターの人。砂ザメさんいました、リアクター。いや、ゾロ最後の方で来てた。殺さなきゃダメだよ。いや、最後の方で来てた。梅健さん先に殺せたのがいいのか。梅健さん最初は完璧だったけど、うん、一回閉じ込められましたね。でそのまま、私とドネキさんが、メッドベイ方向に移動しようとするときにまた全部閉じられて妨害された感じでしたね。カフェテリアが閉まっていて、でカフェテリア行って、ピカクロスさんの発見地でアドミンでやるしかなかったからな。私アドミンのマップのとこです。惜しかった。いやでも困ったな、ドネキさんとセンターさんが残っちゃうんでしょ。私目線この2択か。ピカクロスさん目線は確かセンターになっちゃうと思うけどな。砂亀さんのキルの位置ですね。あの結局アッパーエンジン側の多分扉は開いてるはずなので、あの時ゾネキさんがそのまままっすぐ戻って砂亀さんをキルしたっていう主張は通っちゃうんですよ。カメラ光ってたの覚えててほしいかな。ピカクロスさんがリアクター鳴ってる時にリアクター直さずきついと思うけどな、これ。あれは時間があるから、あの現在位置だけ確認したかったんですよ、みんなの。まあまあまあ、わかりますね、それも。で、カメラはね、私たちがメッドベイの上走ってる時には映ってなかった。え、マジ？うん、じゃあ、あれじゃない、アドミンだったっけ場所。そうそう、アドミン。じゃあ、そっち光ってんじゃない。んアドミンの光ってなかった。あ、ね、アドミンの通路それはね見えてなかったです、私。いやー、待って、リアクターのタイムが鳴ったから僕見てるよ、その2人がカフェ行くの。砂鍋さん中後ろから上行ってたの見てたかな。カメラいたからそこで最終位置的にも絞ってほしいけど なのかな。カメラ見てないのか。これはダメだろうな。間違えたらごめんなさい。これ無理だろう。なんでアドミン行ったの、偉すぎでしょ。やめてよ。よかった。いやマジか。やってた、よかった。ごめん。ナイスファイト。これは惜しかった。やべえ、よく当てた。これは惜しかったな。勝ちだったのにな。先端テラー像でしょ。これは惜しかったね。めちゃくちゃ。やっぶなピッカーさんよく砂亀さんはどこ1位。エレクトリカルで死にました。あ、エレクトリカルか。めちゃめちゃ良かったな。じゃあリアクター鳴らして全員がリアクターに向かってたらもう勝ちですね。勝ち確だったね。いや、まあ、2人ともアドミンいったんですか。いや、私だけです。私だけが走りました。うわメッドベイ一応下確認行ったか。あ、でも最後センターがカフェテリア閉じるタイミングさ、俺もギリギリのタイミングで押そうと思ってたけど、センターが押したタイミング完璧なタイミングだったけどね。カメラどこから見てたの。カメラ見てたから。あ、カメラからか。そう、カメラ見てた。セキュリティからか。閉じるタイミングが出てくがってた。めちゃくちゃカフェテリア側に行かせたくない扉の閉め方だなと思ったんで、あ、こっち側に死体あるなとも思ってたし、そのリアクターが鳴って直した時に、梅健さんだけが来なかったんで、あ、もうどっかでやられてるなと思ったんで探しに行こうと思ってました。えらい、あの状況はセッターが怪しくなっちゃう。いや、あれね、悩んだんだよね。そう、閉めることで、まあ賭けだったな。閉めることでアドミン側に行かれる可能性もあるし、カフェの中に通してドア閉めするかとかも悩んだけど、畑坂さんって、まあ、でもあのままボタン押されてたらほぼセンターになってたと思う。あ、そうね、ボタンもあったか。僕とかピカさんとか梅健さんが走ってる時死んでました、ロアの中で。ロアで死んでたと思います。多分。うわ、マジか。エラゾーさんが先に行って、トータスさんが先に行って、その後ろぐらいに僕がいて、ね、で、ロアの奥でハタサコさんを殺した後、セキュリティの十字路のところであるとさんを殺して、大津に向かってる、ね。だから僕と梅健さんとピカクロスさんはハタサコさんの死体をスルーしてるね。ロアエンジンの奥見えないんだよね。あと、俺の死体の位置、カフェテリアやからよ、ちゃんと。あ、横でしたね。カフェテリアだね。あれ、偽装できたんだけどな。すごかったな、あれ。で、僕が殺してたんで、もちろん場所は分かってたんですけど、うん、そう、瀬戸さん釣ったついでに本当に会ってたかって提示したの僕なんですよね。
そう、あれ、そうそう、素晴らしかった、よかったと。センターさんは所定、ドニキさんが見えてなかったってこと、ってことは、うん、見えてないです。あの、普通にアドミン1で、ウェイと思って殺したら、ドニキさん上から来て、えってなって。ウェイじゃない。インポスターだったら視野広いし、私、死人できてるだろうから、センターさんじゃないのかなってちょっと思ったんですよね。だからもう表すぎで、あ、そうか、遮蔽物があるとこが見えないのか、インポスターでも奥が。ですね、右上だったけど、視界派に近い方向いたから多分ちょうど見えなかったんだと思う。ああ、そっちだったのか。いやー、寺蔵さん信じてたのにって言って死にました。いやー、ピカクさんよく寺蔵さん当てたなー、うん、いや、あれは本当にアルトさんとトータさんが死んでるっていう観点から両片方、ね、両方はさすがにないにしても、どっちかリアクターにいたメンバーだから、うん、そうそう、消去法で寺蔵さんしかいなかったんで、梅健さんがすぐそばに来てくれたところから考えても、いやそうだね、ちょっとあそこで回避するのは難しかったけど、まあ2キルしたからあとはセンターに任せよって感じ。いやー、ナイスキルやったな、惜しかったっすね。いや結構いい感じでね、ちょっとかなり良かったですよ、かなり良かったっすね、うん、いや悔しい、いやもうなんで行くのアドミンに。いやいや、もう梅健さん死んでると思って最悪2人残ってるからギリ大丈夫かなと思っちゃったんですよね。そしたら砂溜さんがすでに死んでたから危なかった。あれです、いや、スターエンジンで会っておいてよかった。ボタン系にありましたっけ、ピカさん。あ、私ボタン残ってました。あのボタン、あ、じゃあ清水正解か。ボタン押しに行ってましたからね、ピカさんはね。あ、ボタンとあとは死体探しですね、うん、あ、じゃあ改善策か、ピカさんが上回られたな、まあね、なんであれだってアドミンなかったらもうおしまいですよ、あの時代で。おしまいですね。そうだね、まで先端さん疑わなかったな、私なんかで、まあですね、なんか、あ、ああいう最終局面って固まってた方がいいんですか。固まってた方がやっぱり強いとは言われますけど、うん、あの、まあ、それやりすぎタスクとかあるっすね。そう、固まるとタスクが遅れちゃうっていうデメリットがありますね、やっぱり、うんうん、まあ我々視点からだと梅剣ピカクロスどっちかをやりたいっていう状況だったよね、多分ね、センター的にも。梅剣さあ、そうですね、梅剣さんアドミン来てくれたんで、ウェイってやりました、うん、そうそうそう、もういいよと思って行ったら首へし折られました。よかった、最後残んないで。正直ゾニッキ先端残ってたらどっちか分かんなかったわ。よかった。あれは砂田さん投票できなかった時はあれど寺戸さんに入れるつもりでした。あ、寺戸さんに入れるつもりでした。あ、じゃあ寺戸さんは不可避か。うん、ちょっと難しかったね、いろいろ、うん、いやでも寺戸さんすごい怪しんでたかというと全然そうではなくて、ちょっと入れるしかないみたいな。そう、入れるしかないでも勘でみたいな。自分が本当は寺蔵さんはレポートをしなかったらどうなったんですかね。トータスさんのカフェテリアでトータスを見つけて、まあトータスはリアクターにいたこと俺 あまり覚えてなかったんで、あ、先端がリアクター鳴らした時に殺したのかなって迷ったけど、2キル目をもしかしたら先端がする直前だったのかもなって思ったけど、まあ、結果的にはリアクター鳴った後にやったんだよね、あれね。あの時にあのアドミンとオツが鳴ってる最中だったんで、多分寺堂さんがあそこでセルフしないとなんでスルーしたのみたいな感じにならざるを得なかった状況だった気がした。めちゃくちゃ追っかけられた。もう1キル狙ってもよかったけど、まあ右側に寄せちゃうとあの扉閉めることできないからね、カフェテリアは10秒しか持たないから、うん、私あの O2 直しに来る人が今ゾロ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 右に向かってる最中だったんで、まさに、まあね、でもカフェテリアの左だったから、もしかしたらウェポンアドミンって多分あの下の人が行き交うじゃん、見つかんなかったかもしれないんだよ ね、 からね。だからちょっと、まあまあまあ、あれは発見しなくてもよかったかな。多分、いや、もう一回やっても多分リポート、もう一回逆でも絶対リポートはしてるな、こうやって。私、消せてるし、にしたい。そう、だからアルトさんが左にいるっていうのさえ、ピカクロス梅剣が覚えてなければ、通ったけど、まあ、そう、覚えられてたから、もう、すれ違って10秒ぐらいでしたからね。うんうん、まだ記憶新しかったかもしれないですね。僕の記憶10秒までなんで。そうだよ。いやーでもすごかった、ギリギリの戦いだった。いやー、いやーもう怖かったよ。上手ですねー。怖かったよ。めっちゃ追っかけてきたもん、センター。俺ボタン押そうとしたよ、もう。そう、ボタン押そうとしたから、押させねーと思って、うらってやって。ちょっと殺される。エレクトリカルに最初いっぱい出たから、安心しきってたら、なんか辻斬りがいきなりこう。入ってきてシューンって殺されて、しかもあれすごいタイミングやったね、あれ先端さんが殺して、ゾニキさん見てたのかなっつったら
ギリ見えないような。ギリギリでしたね。まあ、あ、これすごい上手なタイミングと思って。迷宮入りやと思って見てました。いや、素晴らしい。一戦目から素晴らしい。いや、なんかもう、いい試合でした。ちょっとなんか、なんか疲れましたね、なんか。いや頑張れるんですけど、なんか本当10戦ぐらいやったぐらいの疲れてた。いや、寺蔵さん全然わかんなかったな、今の。確かに、ゾリーさんの視点めちゃめちゃしんどそうな。おぉ。そうなんですよ。身の回りで死体が起きまくってるね。誰が犯人かわかんないっていう。いや、本当それですよ。うん、いや、少しは先端テラゾーの苦手意識を払拭できたかと。ほんまに。多いよ、ちょいやったからな。いや、今の勝ちでいいけど、ピカさん。殺すときだったらもう勝ちでいいけどな、ちょっと勝ちいいなところまで自分に甘すぎる。殺されてよかった、ピカさんが残ってよかった、本当に。いやいやいや、私はゾニキさんに入れたかもしんねえ、もしかしたら生き残ってたら、本当にフラットに見てたんで、ゾニキさんとセンタンさん。いやでもあの2択は難しいと思いますね、本当にゾニキさん、そうセンタン、そうセンターさん入れた一番の理由は本当に最後の時に一緒にいたからっていうところがやっぱり強かったんで、アッパーで閉じ込められて、そう、ピカさんに寄せてもよかったけどな、まあまあね、あとよくピカさんメドベイの監視カメラついてなかったの覚えてたなと思って、うん、あ一応見てましたね、ついてるかどうかといったところは、あカメラはでも見てましたよ僕だって、ああそうなんだ、わざわざ閉じたもんだって見てて、だから多分点滅してる時に消えた時を一瞬見ちゃっただけなのかなとか、1秒みたいな感じで見てたんで、キルクールタイムのために、はいはいはい、見てる間たまらないんで、はい、あそうなんだ、なるほど。